トゥーロン公位戦、トゥーロン公位戦、トゥーロン公位戦、A、シエゲオブトゥーロンは、フランス革命初期、1793年9月18日から12月18日に、南フランスの公安都市トゥーロンで発生した、王島派の反乱に対して、共和派が勝利を収めた戦い、ナポレオン・ボナパルトが初めて名を挙げた戦いとして、知られる。トゥロンは、 フランス王党派を支援するグレートブリテン王国、イギリス、スペインらの軍隊によって占領されていた。ナポレオン・ボナパルトは、砲兵将校として、死の港を制圧するための理想的な砲兵陣地の場所を見つけることによって名を挙げた。イギリス側も、また脅威と見ていたその地点を彼が激しい突撃により、攻略すると、サミュエル・フットの指揮するイギリス艦隊は、 港からの脱出を余儀なくされ、反乱は鎮圧された。その功績によって二十四歳のナポレオンは一気に、砲兵隊司令官、巡将となり、国際的な注目を浴びることとなった。1793年5月31日の、ジロンド派議員の逮捕の後、フランスのリオン、アビニョン、ニーム、マルセイユカク氏が、相次いで反乱を起こした。トゥーロンでは、 恩恵派によるジャコバン派の追い出しが行われたが、すぐにより多数の王答派によって取って代わられた。革命派によるリヨン、マルセイユの奪還と、その後に彼らによって行われた、聖惨な報復のことが伝えられると、ダンベール男爵に引きられた王答派軍は、イギリス・スペイン連合艦隊に援助を求めた。8月28日、イギリスのフット提督とスペインのランガラ提督は、 フランス政府軍に対抗するため、イギリス、スペイン、ナポリ、及びピエモンテの各軍からなる一万三千人の軍隊を送り込んだ。10月1日、ダンベール男爵は、ルイ17世のフランス王位継承を宣言して、王党派の旗、フルールドリスを掲げ、トゥーロンの町をイギリス海軍に委ねた。国民公海軍は、ジャン・フランソ・ワカルトー将軍の指揮の下、 アビニョンとマルセイユを奪還し、9月8日、オリウール村を経て西側からトゥーロンに到着した。そして、東側から来た、ラポアップ将軍の指揮する6000人のアルピーヌ海兵隊、ザ・アルパインマリタイムアーミーと合流した。ラポアップは、ラ・バレット村に陣を指揮、死の東を制するファロンさんの砦を奪取しようとしていた。彼らにはさらに土産。 ジュリアン提督の指揮する3000人の水兵が加わった。彼らはイギリスに降った王党派の司令官トロゴフ提督と行動を共にすることを拒否したのである。カルトー軍の砲兵隊長、ドン・マルタンはオリウール村で負傷し、国民公会の二人の代表者、オーギスタンド・ドベスピエールとアントワーヌ・クリストフ・サリセティによって若いナポレオン・ボナルト隊員がその公認となった。 この二人は反目し合っていたが、ボナパルトはこの軍に、アビニョンから従軍していたため任命されることとなった。偵察の結果により、ナポレオン・ボナパルトは、ルケール、イコールカイロの丘を占領することにより、岬にあるレギエットとバラギエの要塞の攻略を計画した。それらは、トゥーロンの内向と外交を遮断する位置にあり、法以下の都市にとって、 不可欠な海からの補給を止めることができた。しかしカルトウは乗り気でなく、ドラボルド少々以下のわずかな支援しか送らなかったため、9月22日に行われた攻撃は失敗した。イギリススペイン連合軍は、それによって、ルケールの丘の重要性に気づき、頂上に新たに砦を築いて、防衛司令官の名前を取ってマルグレーブ砦と名付けた。 それは三つの小さな拠点で支えられた堅固なものであり、イギリス人から、ョージブラルタルと呼ばれた。ナポレオンは、19日からサンローランの高台に置かれ、単に山と呼ばれた孤立した砲台では、不十分だと考えた。21日、彼は、内向西部のブレガリオン、ブレイギャリアンの海沿いに、サンイロットと名付けた、もう一つの砲台を構築した。 フットテ督トクはそれを沈黙させようとしたが失敗し、なおかつ東岸のムリオン、マリランとラトゥール・ロワイアル、ラトゥア・ロイアル側の推進が浅かったため、イギリス艦隊は別の海岸に沿って集結せざるを得なかった。10月1日、ラポアップ将軍によるファロン・サンの東の鳥で攻撃が失敗した後、ナポレオンは死の攻略のために落とさなければならないマルブスケの大きな鳥での砲撃を要請された。 彼は、周辺地域から砲兵を集合させ、おのの六門の大砲を持つ五十個体を揃えた。10月19日、ナポレオンは、大隊指揮官に昇進し、アレーネの丘に、砦に向けた、大砲台、国民公開の砲台を構築した。それは、デュモンソウ、デュマンソの丘の、共和派のキャンプ、ゴー、ゴの丘の、ファリニエール、ファラニア、ラグブラン、ラグーブランの、 火薬庫などによって支えられていた。11月11日にカルトーが降鉄され、新たに以前は医者だったドッペが指揮官となった。しかし彼は決断力に乏しく、16日にマルグレーブ、トリデへの攻撃に失敗するという事態を招いてしまった。ドッペは自らの無能に気づいて辞任した。彼の公認のデュゴミエは叩き上げの職業軍人であり、すぐに ナポレオンの作戦の長所を認め、ショージブラルタルのダッシュに取り掛かった。20日、彼は到着するとすぐに、流起の上に、ジャコバン島員砲台を構築し、11月28日には、その左に、恐れを知らぬ男砲台、12月14日には、それらの間に、シャースコ館、シャスカクインズ砲台を作った。最終的には、さらに2つの砲台が、 連合軍の軍艦を撃退するために作られた。それらは、大いなる港及び、四つの風車と呼ばれた。砲撃の圧力によって、イギリスナポリ連合軍が進出し、国民公開砲台を奪取した。デュゴミエとナポレオンは反撃の戦闘に立ち、彼らを押し戻した。その時、イギリスの指揮官、オハラ将軍が負傷して、フランス側に捕らえられた。彼は、 オーギョスタンドベスピエール及びアントワーヌ・ルイ・アルビット、アントイネ・ルイー・ザルビットと連邦主義者と王答派の軍の武装解除及び降伏の交渉を始めた。お原を捕虜にすると、デュゴミエ、ラポアプトナポレオン、大佐となっていたは、12月16日の夜のうちに一斉攻撃を観光した。攻撃は、新夜中頃、ショージブラルタルに対して開始され、一晩中続いた。 ナポレオンは、イギリス軍の軍曹の重剣でももに負傷した。しかし朝には拠点を奪取し、ナポレオンの副官オーギュスト・マルモンは、レギエット要塞とバラギエ要塞に向けて、大砲を据えた。イギリス軍はその日のうちに、それ以上戦うことなく避難した。この間に、ラポワプも、ファロント・マルブスケの砦を奪取していた。連合軍は、海からの脱出を決定した。連軍を務めた。 イギリスのシドニー・スミス大将は、焼き打ち船隊を港に突入させ、施設や船を焼き払った。国民公開軍は12月19日に市内に入った。ポール・バラスとスタニスラ・フレロンによる血生臭い報復が行われた。800人から2000人に及ぶ囚人がシャンド・マルスにおいて銃殺され、または銃剣で刺殺されたと考えられている。ナポレオンは、 ジャン・フランソワ・エルナンデスによって、怪我の治療を受けていたため、この大虐殺には立ち会わなかった。彼は12月22日に巡調に昇進した。1796年、ナポレオンは、イタリア遠征の進軍を、トゥーロン氏から開始した。古い城壁の一部をなす。彼が出発した門には記念の飾り額が置かれてある。この門は、イタリア門、ポート・ディ・イタリーと呼ばれている。 トゥーロンの港は地中海に張り出した半島産マンドリエシュル、メールによって外目から隔てられているが、さらにその奥にある二つの半島によって内向が形作られている。内向の北東側がトゥーロン市街で、その奥西を見下ろすファロン山がそびえている。内向を訳する形で東から伸びるのがジャイオンズ半島でムリヨン地区と先端には16世紀以来の羅。 トゥールロワイアル要塞がある。西から伸びる半島が、ラセーヌ・シュルメールで、二つあるその先端にあるのが、レギエットとバラギエの要塞である。両要塞の後輩地にある高台が、カイロ、ルケールの丘で、ここに築かれた、マルグレーブ、フランス語でミュルグラーブ砦の争奪戦が、トゥーロン後為戦の主要な戦闘であった。ちなみに、レギエットとバラギエの両砦を結ぶ道路は今日、 ボナパルト通り名付けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。